ラウダシオンは日本の競争馬である。主な勝倉は2020年の NHK マイルカップ、2021年の KO ハイスプリングカップ。馬名の由来はグレゴリオ聖火の俗称の一つ。母なより連想。2017年2月2日、北海道白尾町のヤシロ大コーポレーション、白井ファームで誕生。一口馬主法人、シルカホースクラブより、 総額2500万円で募集された。ノーザンファーム空港牧場で育成された後、ノーザンファームしがらきで育成された。立党の斉藤隆志級者に入級。6月16日に、阪神で行われた二歳新馬戦に、福永祐一安城で出走し一着、デビュー勝ちを果たす。2戦目は、初の重賞挑戦となった小倉二歳ステークスに、竹豊安城。 4番人気で出走したが、3着に敗れた。続く、モミジステークスに、クリストフルメール安城で出走し、1番人気に、応えて勝利。しかし、その次に出走した朝日ヒハイフューチュリティステークスは6番人気の8着となり、4戦2勝で当年を終えた。年明け初戦のクロッカスステークスは、竹豊が3戦ぶりに手綱を取り、3番人気となった。 発走直前にゲート内で暴れるアクシデントがあったが、奇跡的にゲートを出ると、馬なりで逃げに持ち込み、直線でも脚色は衰えずそのままゴール、3歳初戦を勝利で飾った。引き続き、竹と余安城でファルコンステークスに出走。一番人気の指示を受け、道中も好意でレースを進めたが、最後の直線で勝ち馬シャインガーネットにかわされ2着に赤敗した。 自走には NHK マイルカップを選択し、安城にミルコデ・ムーロを迎えた。前年の2歳上で、大賀賞でも2着に入ったレシステンシアや、アサヒフューチュリティステークスの2着場で、重賞2勝の体制へビジョン、無敗で毎日杯を勝利した里のインプレッサ、同じく無敗でニュージーランドトロフィーを勝利したルフトシュトロームラが人気の中心となり、自身に、 マイル実績がないことも、相まって、評価は18等中の9番人気に止まった。しかし、レースでは、コースターとから逃げるレシステンシアに競りかけるように2番手に、位置し、直線では、逃げ粘るレシステンシアを残り、約150メートルでかわしてゴール。下馬票を覆す勝利で GI 初制覇を成し遂げた。安状でムーロは、前年のアドマイヤマーズに続く、このレース連覇。 また、父であるインパクトに、3区発の重傷価値及び GI 発制覇をもたらした。秋は、富士ステークスから始動し2着、マイルチャンピオンシップは、サリオスに起乗するデムーロに代わり部が手綱を取ったが15着と、大敗した。4歳初戦となった、シルクロードステークスは、小倉2歳ステークス以来の1200メートルに出走し、3着に入る。次走、高松宮記念は、 道中2番手で競馬をするも、直線交代し、14着と大敗。前年のファルコンステークス以来となる1番人気で、挑んだ、KO 杯スプリングカップは、コースタートから2番手を確保し、直線、ラスト1ハロン過ぎで先頭に立つと、後方から迫るトラベス裏を振り切り、1年ぶりの勝利で、重賞2勝目を挙げた。 しかし続く安田記念は直線不利もあったが話された再開に終わった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。